えー、皆様、いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。で今回ですね、あのメンテナンス用の油のご案内でございます。でですね、これ何を紹介したいかと言いますとですね、あのこっちの瓶に入っているんですね、この小型サイズ、この油のご紹介をしたいというのが今回のビデオの、まあ、味噌でございまして、 でこの右側のね、あの青いのがありますけど、これが一般的に売られてるメンテナンス用の油ですよっていうののサイズです。で、まあ、120ml 入ってまして、これあればね、まあ、大体、まあ、メンテナンスとかね、チェーンの注油とか、まあいろいろできますというものです。で、なんでね、じゃ今度この左側のやつをご案内をしてるかといいますと、まあ、このサイズがミソなわけですけど、これです。 えっと、こっちがね、20ミリリッぐらい確か入ってるという風に出てまして、まあ、本当に冗談じゃないですかというぐらい小さいです。で、この小さいのが何がいいかというとですね、あのー、まあ、これもなかなかね、あのー、そういう使い方そのものがもうマイナーでしょうがねえじゃんかっていう話もあるんですけども、あの、ブルベです。 あのブルベにお出になる方とお話ししているとですね、例えばね、もう600とか800とかいうような長丁場になってくると、やっぱ雨に降られたりとかしますので、そこでね、あのチェーンが油切れを起こしてしまってギコギコ言って大変だったっていうお話は、えー、何回か聞いたことがあります。で、そういう時にですね、これを作業袋に1本用意しておけば、えー、これ実はウェットルームなので、えー、おそらくね、天候に左右されにくい。 あのね、潤滑性能というのはあると思いますし、えー、これだけの、こんだけ小さいんだったら、あのー、ね、サドルバッグとか、工具袋にも十分入ると思いますので、えー、そういう風にしてね、あのー、万が一のために持ち歩くというのは、結構僕はいいことなんではないかなという風に思います。<laughs> で、まあね、えー、うちのお客さんでブルベに出る人がこんだけたくさんいるかっていうと、まあもちろんそんなことはないんですけども、えー、ね、油がいつ切れるか、半然としないということに関して言えば、えー、日々サイクリング、日々ね、あのー、自転車に乗ったりとか、えー、ちょっとサイクリング行きますよというような人にとってもね、それはもう、保険として持っとく分には全然問題はないと思いますから、飛行機に乗せたりとかね、そういうことさえしないんであれば、これをね、 えー、工具袋もしくはあの蛍光品の中にちょっと入れておくというふうにしておくと例えばね自分は大丈夫でも、えー、自転車仲間がちょっとそういうようなトラブルにあった時に助けてあげられるというようなことも可能になってくると思います、えー、これ本当にちっちゃくてこん本当ねびっくりするぐらいちっちゃいのでこれはなかなか、あのー、私的にはこれはちょっと使えるなと思いましたのでうちがねツアーでお客さんをご案内することが多いですからその時のために1本お、えー、ろして使おうと思っております